あ、本当だわ。みんなリンクの端に寄っているのね。冬休みっていろいろなイベントがあるから楽しみだわ。それがどうかしたの？そういう話を待ってたわ。そろそろ帰りましょうか。今日はどうもありがとう。ねえ、一緒に帰りましょう。
その日はちょっと都合が悪いの。この日じゃダメかしら。ありがとう。ええ、わかったわ。楽しみにしてるわね。容体急に悪くなって集中治療室に入れられたんだ。お医者さん、今夜が峠だろうって。ちょうどおじさんとおばさん旅行に行っちゃってて、私一人でずっと看病してて、父さん意識なくなってて、私が呼びかけても手握っても分かんなくて、酸素マスクしてるけどすっごく息が苦しそうで、お医者さんも看護師さんも一生懸命やってくれてるけど、だけど私何もしてあげられなくて、こんな時つくづく自分って無力なんだなって思い知らされちゃうね。お裁縫も料理もお掃除も子守も出前もレジ打ちも何でもできても、私には父さんに何もしてあげられないんだ。いなくなっちゃったら、私ありがとう。あのね、父さん、助かったって。うん、容体安定して奇跡的に落ち直したって。よかった、無事だったんだ。生きてるんだ。ありがとう、一緒にいてくれて。
べてなかったし。あ、あたしって現金だよね。変なの？ね。私、クリスマスに欠かせないもの持ってきたの。今日、ケーキ焼いてきたんだ。やっぱり、クリスマスといえばケーキだもんね。じゃーん、どうかな。出来はちょっとだけど自信あるんだ。ねえ、早く食べてみて。どうかな。美味しくなかった？ちょっと甘すぎたかな？本当？嬉しいな。作ってきてよかった。あ、そうだ。私ったらすっかり忘れてた。実はクリスマス用のキャンドルも持ってきてたの。ちょっとタイミング逃しちゃったけど、つけてみていい？綺麗だね。